どうもゆみんです。今日もこちらジョエル・ロブション、このシリーズをご紹介する第2弾、これがストロベリー、タヒチ産バニラとホワイトチョコで、まあまたおしゃれなネーミングですね。で、分類はもちろんのアイスクリーム。カロリーは1個245キロカロリーだから、昨日紹介したオレンジよりはちょっと低いですね。で、何かっていうと、ホワイトチョコにフリーズドライイチゴで、蜜漬けイチゴで、タヒチ産バニラビーンズイチゴソース。まあ、イチゴとね、バニラとホワイトチョコ、まあ、最強の組み合わせであることは間違いないんだけど、これね、このアイス自体完成するまで2年かかってるっていう噂ですからね。どんだけ素晴らしいのか、ちょっと食べてみたいと思います。ででででじゃんじゃーん。ね、結構大きさはあるんだよね。昨日もそうだったけど、開けていきます。すごい、なんかもう見た目が女子って感じですね。かわいい。じゃあ早速一口食べていきたいと思います。いただきます。うん、あ、うん、ホワイトチョコって苦手か苦手じゃないかすごく分かれると思うんですけど、まずこの周りのホワイトチョコはね、パリッとしてないんですよ。滑らかだから、一口食べるとイチゴの風味がホワイトチョコと溶け合って、すごくふわっと口の中で広がります。で、これね、中身ただのイチゴアイスじゃない、もうイチゴアイスではないこと、ただのイチゴアイスじゃないことは明らかなんだけど、すごく酸味が生きてて、なんだろう、生のイチゴをそのままフリーズ、生のイチゴをそのままね、ギュッと詰めて食べた感じだから、なんだっけ、蜜漬けイチゴ、フリーズドライイチゴ、うん、イチゴソース、うん、イチゴの酸味が生きてるから、甘みが抑えられてて、ただ甘いだけのホワイトチョコとか、ストロベリーアイスじゃないです。ね、ホワイトチョコって結構甘みが強いから、苦手な人はすごく苦手だと思うんですね。ミルク感も強いし。だけどこれは、全体がすごく調和してます。これはね、やっぱり300円でも安いと思っちゃう。それぐらい、もうなんだろう、完成されたアイスですね。美味しい。昨日のショコラ、オレンジと練乳ソースで、と、このストロベリー、タヒチ産バニラとホワイトチョコ。こっちだったら、私はこっちのホワイトチョコとイチゴの方が好きですね。うん。昨日のやつはちょっと大人の味わいでしたけど、これは、大人ながらも、もう甘酸っぱい爽やかな青春を思い出させるような、そういう味？本当に美味しい。もうね、感心しちゃいますね、これ300円で買えるなんて。うん。皆さんもぜひ、お近くのセブンイレブンで買って食べてみてください。今日は、ジョエル・ロブションの第2弾、ストロベリー、タヒチ産バニラとホワイトチョコで、これを食べてみました。それではまたね、バイバーイ。